お疲れ。今日もごひいき様いっぱい集まってくれたな。お疲れさん。満員だったわね。お疲れ様でした。楽しかったですね。お疲れ様でした。お疲れっす。いい汗かいたっす。最高だったわ。ひいき様が1000円暑かったな。でも腹減っちゃった。皆さん少しいいですか。なんか食いに行くか。皆さん少しいいですか。僕調べてきました。お、力の得意のフレーズが出たな。さすが行動力学。使い方間違ってますけどね。マリーさんの昔住んでいた住所には何百年も続くお寺があったそうで、40年くらい前に集中豪雨で土砂崩れがあって本堂も母屋も土砂に埋まってしまったそうです。そこに住職夫婦と幼い女の子と猫が住んでいたんですが、土砂に巻き込まれて夫婦は子供を残して亡くなってしまったそうです。幼い子供？それがマリーさんってわけ？猫？猫もいたんだ。その猫はどうなったんすかね？わかりません。消息不明ですが、その猫というのがあの白猫の可能性がありますね。10年も生きている白猫。そうそう、オイラも調べてきたよ。オイラたちのご先祖様が生まれ変わったというお寺の御朱印には白猫と5匹の猫が描いてあるらしいよ。え？それって俺たちのご先祖様かもしれないな。一世よく調べたな。うん、マリーさんが全国のお寺や神社に白猫が出没しているって言ってたのを思い出してネットで検索してみたんだ。そしたら他にも日本のあちこちのお寺や神社の御朱印や絵馬にも白猫っぽいものがあるんだ。なるほど。ということはそれが僕らの探している白猫だとすると、ご先祖様の時代から今まで日本全国に出没したりして時代や場所をワープしていることになりますね。ワープ？なんすかそれ。異次元の空間を移動することだろう。確かに夜中に俺が目が覚めて話した時もなんかこう闇に浮かんでいるような姿が光の中にいるような感じだった。時空を超えて今の時代に現れたってこと？一体その白猫って何者？妖怪？化け猫？きっと何か目的があって今の世に現れてヤマトさんに会ったんじゃないでしょうか。なんすかね目的って。どっちにしても昔からずっと生きてるってことは化け猫っすね。怖いよ。やっぱ探すのやめようよ。いいえ、だからこそ見つけていろんなことを聞かないと。私たちはずっと夜になると猫になってしまうまあまあよ。だけど、いやでも、大丈夫って。猫のまんまも嫌だな。でも怖いしな。どうしよう。山さん。お、マリーさんからだ。お疲れ様。いいライブだったわね。一息ついたら次のライブの準備に頭を切り替えて。内容や演出はあなたたちで考えて素敵なライブにしましょう。だと。内容はあなたたちで考えてってことは、ただただ今まで通りのセットリストだけをやるなってことですよね。そうね。もっとごひいき様が楽しむことをやりなさいってことね。私にいいアイデアがあるの。明日事務所に集まってミーティングしましょう。そんなこと急に言われても困っちゃうっす。白猫探しはどうするっすか？もちろん白猫探しを続けながら今俺たちにできることを精一杯やるんだ。白猫探しはもういいよ。一星君は一生夜猫になってもいいんですか？やだよ。